ちょっとみんなさ、この広告見たことないですか？この小屋の主がね、モンスター育成に夢中になるあまり自分もモンスターになっちゃったんだって。でモンスターを生贄にこう怒りを鎮めるためにね、生贄を捧げてるっていう、ちょっと今切ってあげられないんですけど、この名はうわ食べられてしまいました、生贄が。よし、モンスターの育成を始めるのじゃ。雑すぎ、ちょっとよ、ヨッシーの使い方が雑でさ、こっちの広告とかもさ、ちょっとなんかさ、ホラーなポケモンっていう感じの雰囲気ないですか？イニシエの聖地のような場所だ。今にも叫び声が聞こえてきそうだ。残忍な信仰に捧げられた哀れな魂が辺りに漂っている。うわ、みんないる。浄化の時間だね。めちゃめちゃさ、ホラーっぽくてさ、面白そうじゃないですか？このゲーム、エヴァーテイルって言うんですけど、今からね、私がね、やっていこうと思います。このゲームは、すごい広告詐欺で有名になったゲームなんですけど、まあなんかタイトルから、ちょっとホラー感は消えたよね、もうなんかすでにね。すでにないけどな、大丈夫かな。いや、あのゲームやりたいですよ、私。ホラーっぽいポケモン、やりたいですよ。はい、じゃあね、ダウンロードが終わったので早速やってみようと思います。ゲームスタート。同意しましょう。どんな感じなんだろうな。だいぶ、お、なんて読むんだろう、なんちゃら魔説、奥魔説、なんて読むんだろう。それは千年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意、不死の魔人エターナルが率いる破壊と殺戮の波はあらゆる種族を等しく飲み込んでいく。時に西方暦2218年、お、今よりだいぶ前、前じゃない、嘘嘘、未来の話ですね。でも西方暦だから違うのかな、どうなんだろう。それは以前の逆魔説からわずか18年後のことであった。うん、雰囲気出てるよ、雰囲気。あ、全然違くない？ちょっと主人公、え、てかドットじゃないし、なんだろう、粗めのドットじゃないし、普通に可愛い女の子来た。ティオ姉さん、僕もう走れない、だから僕を置いて先に逃げて。何かに追われてんだね、この二人。モンスターに追われてんだ。うわわわわ、岩っぽい。あ、でもこの辺はなんかポケモンにもいそうなキャラクターだな。私はどんなことがあってもティオを守る。あれ、これも戦闘ですか？戦闘とかあんのかな、コマンドじゃない、あの感じでいくと。あ、いいね、本格的に降ってきたな。フィン、そろそろ村へ戻るぞ。うわ、絵がしっかりしすぎ。あ、こんなんじゃなかった。エレラン、あの茂みの中動いてますね。モンスターいそうじゃん、モンスターいそう。ビリドラだ。風上の上、この雨でこちらに気づいていない。今のうちに逃げなきゃね。エレナ、ここは俺に任せてくれ。仕方ねえな、やるからには子孫じるなよ。草むらを移動しているとモンスターが出現することがあります。草が揺れている場所では特にレアな強力なモンスターが出現します。強いやつってことじゃん。これどうやって、あ、こうやって動かすんだ。タップしたね、場所に行くっていう。あれ、全然違う、待って、コマンドじゃない、あなたのターンです、攻撃を選択しましょう。あ、でも一応、あ、でもどうなのこれは、ちょっとなんか音楽かっこいいし。攻撃の対象となるモンスターを選択しましょう。はい、攻撃、強いよ。いや、4は1で、1で何え、モンスターは HP が低いほど捕まえやすくなります。捕まえるを選択してモンスターを捕まえましょう。一応捕まえる、この辺は一緒だ、ポケモンだわ。あー、でもなんかクリスタルですね。ビクトリー、なんか違う戦う、逃げるとかっていう、あのさ、道具みたいな、なんかこのシンプルな
コマンド対戦ではないね。こういう感じなんだ。報酬、なんか報酬とかってなってくるとなんかソシャゲ感ある。ベイドラも捕まえ、武器も手に入れましたね。早速捕まえたモンスターをチームに加え武器も装備しましょう。一緒に戦えるの？仲間にしたモンスターと。それは本当？それは本当？武器遊びみたいな。まあね、今のところまだ全然チュートリアルなんでね。まあ今後何かがあるかもしれない。もっとホラーな感じ欲しい。ホラーな感じ。そいつは順調に成長して進化すればかなり頼れる相棒になりそうだぜ。進化とかもあるんだ、ポケモンやな。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まったく村一番の狩人さんは謙遜が過ぎるぜ。うわ、強いの来た。絶対強いの来た。絶対来たよ。フィン死なないこれ。モンスターの鳴き声近いぞ。人の駆け足の音もする。まさか人を狙ってる？おいやめとけ。探索の終盤で準備も心もとないんだぞ。ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。無駄な争いは避けろ。ダメだ、父さんだったらきっと。いや絶対に逃げない。なんか決意が固いっすね。なんだ今フィンの目が。いや気のせいか。俺はつらかるぜ。お前も無茶をするなよ。これね、ザクーみたいな、そういう展開で突然のホラー展開来てよ。こっちか。なんか動きが滑らか。あれ、これさっきの最初の女の子と男の子か。いるいるいる。さっき捕まえたモンスターいるいる。どうやら強敵のようです。見たらわかるわ。見たらわかる。こんなでかいの。ビクトリー、イエーイ。まあ何にせよね、勝ったことは嬉しいです。勝ちは嬉しい、好き。よし、これね。普段おとなしいサンドタートルがなぜ目に狂気が宿っていた。助かりました。二人とも無事みたいでよかった。俺はフィン。私はリゼット。こっちは弟のティオ。助けてくれてありがとう。リゼットにティオか。それにしてもろくな装備もなしに何だってこんなところに。私たちこの北のウェスカテ村から来たの。ウェスカテはモンスターの大群に襲われた。逃げ切れたのは多分私たち二人だけ。なんで私はこんなに真面目にストーリーを読んでいる。ハマりかけてるのか。モンスターたちが村を。マガマガしい正気をまとった女の魔族に率いられてみんなを。とにかくここも安全じゃない。俺の村に来てくれ。家に呼ぶ。この矢印はストーリーの進行上に向かうべき方向を示しています。はいはいはい。ここに向かってまあ進んでいくと、こういう感じかな。障害物を避けつつ、こうこっちに来てからこう行くみたいな。お、宝箱ある。いいな。でもなんか、ストーリーの感じとかは若干ドラクエに近い感じがするな。ありそう、こういうストーリー。難しい難しい。リュドミラ隊長、総罰作戦が完了しました。露出がすごいっすね。どこに反応してんだって。村人の避難状況は滞りなく、重軽傷者ともに現在東の丘で治療を施しております。村にこれほど被害が出たというのに死者が出なかったのは奇跡と言うべきだろうか。ウェステカ村に送った。ちょっとな、難しいよ漢字が。もうちょっとさ簡単にしない？あんだけさ、なんか子供向けにね、なんかそうポケモンみたいにさ、こう子供向けにもできるようなさ広告作ってたじゃん。そこかな。から何か報告は？それが家庭は全滅とのことです。生存者は確認できていません。
ということは、モンスターたちが村を襲ったということは、近くにそれを先導した者がいるはず。探し出すのだ。は、全然ドットじゃない、全然ドット絵じゃないです。これがなんて読むんだろう、これ本当最初からわかんないな。客魔説、奥魔説、なんだろう。世界そのものが大きな悪意に飲み込まれたようだ。ん、何かに気づいた。何、あ、さっきの3人、ああ村が、俺たちの村が、まさかフィンの村にまであいつが。さっきのやつじゃなくてまた別なのか。さっきのやつはもうだって、あ、じゃあここを通過してきたってことか。君たちはこの村の住民か。俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。そうか。私はリグランド赤竜騎士団第三連隊隊長リュドミラ。ロッセの村人は皆無事だ。今はひとまず安全な場所に避難してもらっている。ウェスカテは間に合わず無念だ。かわいそうに。ロッセも村への被害は抑えきれなかった。復興にはしばらく時間がかかってしまうかもしれない。ロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて、これじゃまるで伝説の。そうだ、これらはヌンチャマーの影響だ。ちょっとさ、振り仮名欲しい。マジで漢字もカタカナも弱いんですよ、本当に。振り仮名ください。そんな客魔説は100年周期で、前期も18年前に終わったはずじゃ。やばい、片言になってきちゃってる。なんね、それよ、それそれ。隊長、さっきのじゃん。どうした。新手です、女の魔族、我らの手には負えません。あー、アルフレッド。めちゃめちゃやられた。あー、消えちゃった。嘘、私がタップしたからじゃないよね。赤竜騎士団ですか。うわ、出た。ね、姉さん。あー、嘘、こっちに言ったらかと思った。いや、髪ピンクの手やつに言ったらかと思った、姉さんって。こっちね、こっちね、よかった、見てた、こっち。間違いない、私たちの村を襲った。貴様がみんなを殺した。もう貴様とか言うキャラだったっけ。突然のキャラ変換すごい、私の中では。何者だ。よくも我が騎士たちを。偉大なる客魔皇帝より英客を預かりし客ねえねえ、この漢字なんて読むの、ちょっと調べてくるわ。これね、ゴーマ説っていうらしいよ。ゴーだって、ゴーとかコーって読むんだって。偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かりし、ゴーマ将が一人でいいのかな。じゃあ、こつのミボーネと申しますわ。不死身と言われる魔族の将、ゴーマ説に現れモンスターを操るというが、貴様がこの村を。クラン家たち、村人は避難済みですの。赤竜騎士団、無粋なことを。まあ、そちらは後で探すとして。うわ、弟。あ、うわ、やめろ。戦い来た。お姉ちゃんはね、そう、弟の面倒見てもらわないといけないからね。とりあえず強いやつから行こう。強いやつ攻撃しちゃおう。あー、なんかこいつ殴るじゃなかったっぽい。あー、なんか違うかもしれなかった、今のは。まあいいか。はいはいはい、攻撃しよう攻撃しよう。はい、あ、違うな、こっちが強いんだ、敵が強いんだわ、これ敵が強いんだ、間違いなく。うわ、やばー、嘘でしょ。え、これ負けイベかな、大丈夫、全滅したけど。あら、元気な剣隊だこと。でもあなたへの新卒はほんのあと少しよ。嘘だろ、傷一つないなんて。不死の力、これが。お前ティオニ、私のティオニ、何をした。前の村で試した薬の匂いがするわ。
なた、あのウェスカテとかいう不潔な村にいましたのね。しかし、どうやって私の結界を。興味深いですわね。いいでしょう。あなたたち兄弟は特別入念に投薬と検査を行いましょう。何？ちょっとなんか看護師キャラ？みんなが殺されてしまう。何もできないまま見ているだけなんて耐えられない。でもこのまま目を閉じてしまえば俺は。そう、目を閉じてしまえば君は。そうだ、その瞬間俺は死ぬ。俺の魂が死ぬ。だから俺は。そうだ、目を開くな。めちゃめちゃ天の声入ってます。許されざる敵を、そして守るべきものを見据えるんだ。さあ、なんて読むの？待って、本当に漢字が難しい。なになに、タケキ赤よ、今こそ燃え上がれ。ちょっと漢字わ、目の色が変わったよ。赤くなった。これは魔力覚醒じゃないですか、ユルさん。炎？赤い輝き？あの人間が放つこの光は、この圧力、一体何が起きてると言うんですの？フィンの瞳が赤くなっちゃったよ。これで魔力覚醒でめちゃめちゃ強くなってんじゃない？もう一撃でしょ、ここまで来たら。攻撃かな？いいのかな？ストロングって出てる。いや、じゃあこっちか。この紫にバチバチになってる方が強いのかも。これかな？うえ！やば。3000は、えぐい。勝ちました。勝ちました。レベルも上がりました。まあ今のところね、広告要素1ミリもないけどね、なんか可愛いお姉さんたちがいっぱい出てきます。傷？バカな。不死たる将の私の体に、傷が！まさか、その瞳、まさか、気づいてないんだ。そっか、まあ自分の目は自分じゃ見れないもんな。傷！滅菌、消毒、保護、早く！もうなんか潔癖症だね、完全にね。ゴーマの章を退けた。待て、未亡ね。赤の紋章。え？魔を退け、邪悪を払う赤き紋章。ただの伝説だと思っていたが。紋章？それが俺の瞳に。そうだ、そしてそれこそが豪客、違う、なんだっけこれ、ゴーマ説を終わらせる唯一無二の力だ。ゴーマ説を終わらせる？ティオ、やだ、お願い、目を覚まして、ティオ。そうだよね、弟大変なことになってんだもんね。リゼット、落ち着いて。リュドミラさん、これは。うん、リゼット、ティオを見せてくれるか。ティオ大丈夫そうじゃん。とりあえず生きてたね。そう、ひとまず命に別状はないって。よかったね、眠っているようにしか見えない。この症状確か。リセット、ティオを王都の資料院で見てもらう。君も共に来なさい。はい、よろしくお願いします。そしてフィン、君にも。ん？あ、目の色戻ってるじゃん。未亡ね、あいつはきっともっと多くの人々を傷つける。止めなきゃ。でもそのためには、リュドミラさん、俺も王都へ連れて行ってください。もとよりそのつもりだ。詳しい話をするためにも必ず同行してもらう。村の民も分隊が護衛し、王都へと避難させる。よろしくお願いします。今夜は冷える上に雨だ。いたずらな行軍はティオンの病状を悪化させるかもしれん。ひとまずここで夜露をしのぐこととする。ティオの体力が下がらないようありったけの薪を集めるぞ。はい。とりあえずなんか
ずっと眠ってしまっている、なんか魔力によってそういう作用が生まれてるのかもしれないね。ゴーマ説、紋章、この世界とそして俺に何が起きてるのか、それを知るためにも俺は、なんか全然さ、さっきの広告のさ、村八部感ゼロじゃない。なんかそういうシーン来なそう。来んのかな、来ないよね多分ね。プロローグが終わりました。あ、ここからプレイヤー名ですか。え、でもさ、みんな名前決まってたけどさ、私どの立ち位置になるの。プレイヤー名ポンチセ、はい、誰がポンチセなの、これがポンチセなのかな、これ。あ、でもフィンのままだ。あれ、ポンチセは何事。移動しなきゃいけないんだね、気をつけながら。はいはいはい。あ、なんかここに可愛いのいる。羊めー、可愛い。これなんかポンチセになってない、フィン、フィンがポンチセ。え、これ私、これ私ポンチセ、嘘、まさかのパターンだわ、まさかのパターン、想像してなかった。あ、てか宝箱、宝箱、何が入ってるの。それはソウルストーン、ソウルストーン、魂の石ですか。初めて見ます。確かモンスターとかを召喚できるんですよね。モンスターだけではない、過去、未来、魔界、天界、様々な世界から魂や武器を召喚できるのだ。え、強すぎない。これ序盤で手に入れていいやつ、めちゃめちゃ強すぎない。いい機会だフィン、召喚をしてみるか。え、めっちゃ強い武器ちょうだいよ、そしたら。ただしソウルストーンは使用者の心を映す鏡だ。悪しき心で召喚した魂は邪悪な意志を持って現世に降臨することになる。大丈夫だと思います、多分。いや、召喚すんのかこれ。あー、何これ、ガチャ、ガチャみたいな感じ。あー、何何何、突然のガチャ要素じゃない。ちょっと何がね、いいキャラとか私よく全然わかんないけど。はい、来た SR。 まあ確定なんですよね、確定演出ですよね、これはね。わかってますよ、悪しき心の持ち主ではない、綺麗な心で。こっち側にもさ、なかった？あ、これ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 。これこれ。宝箱開けよう。ハンマーだ。で、ガチャとかさ、引きたくない？引けんのかな今。全然引けないか。召喚とかさ。あ、でもないか。こう、ストーンがないから引けないのか。え、てか、美女いっぱいいる。嘘？これ仲間だよね、多分ね。仲間だよね。違う違う。ステータス確認というか、仲間ですよね。あらー、こんなもう1ミリでもずれたら見えちゃうからね、やばいよ。一緒に戦う仲間をガチャで召喚するみたいな感じなのかな。ねえ、あらーあらあらー、ちょっとダメ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 。角度があかんわ。いやー、ちょっとなんてハレンチなんだ。素晴らしいですね、素晴らしいものを見ました今。これはなかなか。あ、村人もいるよ、ちゃんと。あれ、バトルは仕掛けてこないのね。ロッセの人たちが騎士団に誘導されて王都まで避難するのを見かけたの。子供たちがゴーマ説に巻き込まれるなんて想像するだけで恐ろしいわ。お、いるよ。これモンスターじゃないの。ラケルタ族の旅人？皆さんは赤竜騎士団ですね。実は今、少し困ってまして力を貸していただけませんか？え、まさかのクエスト？茶色いフードをかぶった見知らぬ男に、私の大事なソウルストーンが入ったカバンが盗まれてしまったのです。王都の方向に逃げたと思うのですが、何匹か強そうなモンスターも連れていて、恥ずかしながら、私には手も足も。お願いです。どうかカバンを取り返していただけませんか。お礼はいたしますので。何くれんだろう、その中に入ってるソウルストーンくれ。よし、開けよう、この宝箱。あれれれれれれれ、よしよし、よかったよかった。これはアイテムゲット。
武器屋とかあるんだ。ちょっとこのさ、これ欲しいけど、これ課金だけなのかな。懸賞に応募とかあるよ。これ何？懸賞だって。お、みんな！ちょっと！これみんなでやろう。これみんなで応募しよう。これみんなで応募しよう。これね。これ応募しよう。リス。おみろ、みえ。はい、送信。よし。懸賞みんなで応募しよう、これ。これやろう、みんなで。100万円ね、当てるかもしんないからね。よし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 。オッケーオッケーオッケー。うわ、これ絶対戦闘だ。これは絶対戦闘だ。無視できなーいかも。あ、違うな。赤竜騎士団の人か。向こう、ロッセ村が壊滅したと聞きましたが、よくぞご無事で。そうなんですよ。ハルバートではないか？近辺のパトロールをしているのか？ご苦労だ。いや、ここにモンスターいるよ。全然パトロールしきれてないよ。大丈夫そう？ロッセ村を守れずに、おめおめと逃げ帰る羽目になってしまった。しかしそこで、見どころのある入隊志願者を拾ってな。そうだ、フィン。ハルバートと戦ってみろ。彼は赤竜騎士団の中でも、指折りの教官だ。絶対強いじゃん。あ、いけるわ。あ、いけるわ。余裕だった。まあまあまあ、こういうイベントですよ。わかってますよ。そうなんでしょ？わかってるよ。なかなか筋がいいな、青年。訓練を積めばきっと大成するだろう。うわ、宝箱めっちゃある。召喚するやつちょうだいよ、召喚するやつ。くれませんね、なかなか。ポータル、あー、ワープね。いやー、まあ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 、全然広告とは違いますね、はい。ホラー要素は全くないです。ドット絵の感じもないしね、こんなね、胸が大きなお姉さんが出てくるなんてね、1ミリもあの広告にはね、載ってなかったですよ。まあまあ、そんなこんなでね、今日のところはこの辺までにしようかなと思います。このストーリーがね、続きが気になるって方いたら、ぜひダウンロードしてやってみてください。広告に騙されたと思って。はい、というところでありがとうございました。ポンチでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。